中間宿主とは、ある種の寄生虫において養成器の発育を行い、成虫が有性生殖を行う宿主が別の動物である場合の宿主。これに対して成虫が有性生殖を行う宿主を収縮主と呼ぶ。一般に中間宿主を必要とする種では仮に中間宿主を介さず収縮主に侵入したとしても、その生活感は完成しない。例外として、 トキソプラズマトキシプラスパゴンジーでは人や豚などが中間宿主であり猫が収縮主であるが中間宿主を介さず猫に移行しても生活感は完成するまた専門中ではその生活感に複数の動物を必要とするが同種動物感によっても生活感は完成するため中間宿主と収縮主の区別がないと言える発育過程に 複数の中間宿主を必要とする種も存在し、その場合は、前期の発育を行う宿主を第一中間宿主、後期の発育を行う宿主を第二中間宿主と呼ぶ。例として、槍型宮中、ジクロッセリウムチョネンサスでは、ヤマホタルガイが第一中間宿主、黒山アリが第二中間宿主であり、羊、鹿、牛などが収縮種である。 発育に必ずしも必要でないが、中間宿主と収縮主の橋渡しの役割を果たすことのできる宿主を待機宿主と呼ぶ。ありがとうございます。